シークスプレンダー、あるいはインターチャージ、あとはビッグカージョンといった体制。第4コーナーから直線コースに向いてきました。マキャカタエルドラド逃げる、マキャカタエルドラド逃げる、外から1番2拍を通過、マキャカタエルドラドわずかに先頭、外から1番差を詰める、さらにビッグカージョン外から1番差をかわして先頭に立った、1番通り。
この季節になると毎年のようにささやかれます。府中の森には魔物が住む。かつて幾度となくその魔物の存在を演出してきたここ東京競馬場芝 2000m の舞台に、今年もまた魔物は現れるのか。天皇賞秋発走です。スタートしました。ロサード、フォースタート、あとは東方ドリーム、上がっていきます。まず先頭はロサード、そしてマンハッタンカフェ、注目6番、このポジションです。さらにはエアエミネム、そのうちからは12番、ダンシングカラー、被災地ユーキャなど上がって、その後、被災地ソニック、その後ろ、ペインテッドブラック、トラストファイヤー、そして桜赤月、東方ドリーム、内からは成田トップロード、伊吹山の王、一馬審査で、星座 V、この辺り平均ペースで流れていきます。さらにはハッピールック、その後アグネスゴールド、そしてミッキーダンスとなりました。さあ前の体勢ですが、代わって先頭は6番、これから3コーナーカーブ、2番手にはマンハッタンカフェ、3番手エアエミネム、残り 1000m 通過、1馬身差で被災地ユーキャ、そして被災地ソニック、内からはダンシングカラー、さらにはロサード、内をついてペインテッドブラック、今800を通過、その外にトラストファイヤー、大欅の向こうを通過してきました。その後12番、外から桜赤月、これから第4コーナーカーブ、被災地ソニック上がってくる、内を狙っているのは成田トップロードといった体勢。第4コーナーから直線コースに向いてきます。わずかに5番先頭、外からエアエミネム、内をついてマンハッタンカフェ、1番外に出して12番、間からは後方ドリーム、さあ6番逃げる、エアエミネム食い下がるか、しかし6番先頭だ、2番手エアエミネム、6番先頭だ、6番先頭だ、6番逃げ切ったゴールイン。内をついてマンハッタンカフェ、エアエミネム、わずかに先頭、外から16番、さあかわして先頭に立つ。